Put you in a trance. Let's party. Boogie in your body. Move that body. Make sure you don't hurt no one.
さて、また今月も満月の晩が巡ってきたわけだね。山岸、どうだ？はい、確認できています。やはり今回もシャドウの反応があります。そう来なくちゃな。場所は岩戸台の北の外れにある廃屋が並んでる一帯です。ただ反応は10メートル以上の地下から確認されてて、それがちょっと。単に建物に地下があるってことじゃないの？港湾部北側には建築時に地下10メートルを申請している建物はありません。ですがずっと以前には陸軍が地下施設を置いていたという記録があります。陸軍？そうなの？彼女にはこの辺りの地形や建築に関する情報が一通り記録されているんだよ。最も放置していたので最後の更新は10年前だが。10年前であります。更新しようよ。で、結局どう解釈したらいいんだ？詳しいことは実際に行ってみないと何とも。戦争の異物か。今回は状況が未だ不透明だ。よって前線を誰にするかは現地へ行ってから決めることにする。了解だ。了解であります。頼もしいね。では行こう。ターゲットこの辺りのはずなんだけど。お見事です。え、誰？私のルキアには今の今まで何の反応も。お目にかかるのは初めてですね。私の名はタカヤ、こちらはジン。ストレガと我々を呼ぶ者もいます。さて、今日までの皆さんのご活躍陰ながら見せていただきました。聞けば人々を守るための善なる戦いだとか。ですが今夜はそれをやめていただきに来ました。なんだと？お仲間が随分と急に増えたようですね。きっとここが罪深い土地だからでしょう。タルタロスは今宵も美しくそびえている。あんたたち、それと戦いをやめろってのと何の関係があんだよ。簡単なこっちゃ。シャドウや影時間が消えたらこの力かで消えるかもしれん。そんなん許されへん。この力？まさかペルソナ使いなのか？もう少し頭を使ってほしいものだ。あなた方は力が消えてもいいのですか？ペルソナは誰もが使える力ではないのです。影時間はその私たちに開かれたテリトリーだ。そして滅びの塔もね。そんな、だから邪魔しようっての？分かってないのはそっちでしょ。シャドウをほっといたらどんなことが起こるか分かんないのよ。シャドウのもたらす災いですか？そんなもの放っておけばいい。災いなど常にあるもの。シャドウでなくとも人が人を襲う。誰がどんな災いに見舞われるかなどどのみち分かりはしないのです。それよりもあなた方は気づくべきだ。自身が影時間を知る前よりも今の日々に一層の充実楽しみを感じていることに。
本当にそうでしょうか。他の方はいかがです。前の退屈な日常を取り戻したいですか。んだと楽しいなんてそんなこと私楽しんでなんか。お前らには個人の目的しかあらへん。どいつも本音はそのために戦っとる。お前らの正義はそれを正当化するためのただの言い訳や。そんなんは善やない。ただの偽善や。そんなもんに邪魔されとうない。せいぜいあがきや。くそ、閉じ込められた。きっと大丈夫です。今は見失った目標よりもシャドウのことが先決と思うであります。そうね、冷静さをなくしたら思うツボか。シャドウが動き出しました。今の振動で私たちに気づいたみたいです。よし、本来の目的に戻るぞ。勝てなければ脱出も何もない。先行するメンバーを選んでくれ。戦闘の準備だ。やられてます。気をつけてください。光り攻撃。
ちゃんのダメージが深刻です。
ね。敵の分析は僕だ。こちらミツルです。目標のシャドウは鎮圧しました。そうか、ご苦労様。戻ってくれていいよ。待ってください。実は今回はそれ以外にも報告すべきことが。作戦中、謎の者たちから妨害を受けました。
おそらくペルソナ使いです。ペルソナ使い？しかも一人ではありません。影時間の中に平然と現れ、我々のことも知っているようでした。その相手は何か手がかりになるようなことを言い残さなかったか？そういえば、自分たちはストレガと呼ばれていると。ストレガ？ああ、なるほどね。調べてみるよ。お願いします。それと、実はもう一つ報告が。そのストレガという連中に一杯食わされて、閉じ込められてしまって。わかった。もうシャドウの危険はなくなったわけだし、後で誰か人を送るよ。申し訳ありません。よろしくお願いします。我々以外のペルソナ使いか。やあ、調子はどう？また少し思い出したことがあるんだ。終わりはどこかの誰かが引き起こすわけじゃない。それは大勢の人たちに望まれてやってくる。まるで最初から決まってたことみたいにね。でも変だよね。終わりを望む人がいるなんてさ。そっか、確かに嫌なことなら早く終わってほしいもんね。たとえ全てが嫌になったんだとしてもね。まあいいや。実はね、今日はもう一つ君に伝えたいことがあるんだ。もうすぐ毒のある花が芽を出すよ。向かいの花壇に3つ、そして君の庭にも1つ。終わりと関係あるかは今はまだわかんないけど、気をつけた方がいいよ。そうかな。君は今、色とりどりの花に囲まれてると思うけど。また何か分かったら知らせに来るよ。僕たち、友達だもんね。それじゃ、おやすみ。僕の大事な君。Thank you.
私だ。休んでるところすまない。少しいいか。おはよう。実は全員に伝えておきたいことがあるんだ。ここで話してもいいが、実際に見てもらった方がいいだろう。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあその時にな。集合命令ということはこれから作戦でありますか？え、さあな。でも警報とか鳴ってねえよな。あれ、コロちゃん。怪我はもう大丈夫なの？で、あれ、この首輪。その首輪はペルソナの制御を助けるものだ。いわば犬用の召喚器といったところだな。それコロ丸も一緒に戦うってことですか？正直私もこうなるとは想像してなかったが、テストの結果十分可能らしい。というか理事長からの強い要請なんだ。面倒もこの寮で見ることになる。え、コロちゃんいいの？助けてくれた恩を返すという意図のようです。いや、あんたほんと義理がたい犬だね。こらこら、犬に冗談通じないから。いいじゃん、俺的には大歓迎よ。別に人間じゃなくたって仲間が増えりゃ楽しいじゃん。よし、俺散歩とかしちゃうもんね。ちょうど夏休みだしさ。そうだな。ただ休みを楽しむのはいいが、学業の方もちゃんとしてもらうぞ。来週から夏季講習だし、長い休みだからといって気を抜くなよ。夏季…え、今なんと？夏季講習だ。聞いてないのか。学校で集中的に補習をするんだ。私たち寮生は全員分申し込んである。日頃戦いと学業を無理に両立してもらってるからな。勉強の時間も思うように取れなかったらすまないと思ってるよ。理事長からも強く賛成されたね。竹林や山岸に伝えておいたんだがな。マジかよ、つか聞いたことねえぞ。え、あ、そのごめん忘れてた。ありえねえ。てかあんた成績あれなんだから行かなきゃダメに決まってんでしょ。あれとか言うな。ああ、最悪だ。まあ少しの間ですから頑張りましょう。